という、いまだにこの札幌の入場者数最多を誇っているゲーム、まあ、それから21年が経っています。今アンデルソン・ロペスがかつての同僚札幌の選手たちと抱擁を交わします。そして過去5試合の対戦成績、ここまでは横浜 F ・マリノスが4勝、札幌の1勝ですが、スコア